踊る時どんなジャンルでも多分こう基本的には地面に足の裏がついていて、日常生活も足の裏が地面についていて、すごく大事な部分だと思うので、質感出すにもリズム取るにも足の裏を鍛えていくと多分いいと思います。踏む、こんな感じ、踏む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 。でもう一個ポイントが、お腹がこう上がってしまうと足の裏軽く、足の体重が軽くなってしまうので、頭の高さがなるべく変わらないように、ツーカウントですね。ワンツー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 、前に一個踏みます。つま先の高いところからで揃える、踏んで揃える、もう一回いきます、せーの、踏んで揃える。揃える時もつま先からかかと踏み込みながら、頭の高さが変わらないように、足の裏の強化トレーニングとみぞおちの強化トレーニング、あの信号待ちとかお料理中とか何でもかんでもテレビ見ながらとかずっとできると思うので、生活の中に取り入れて、音楽が聞こえたらステップ踏まずとも体が揺れていくように試してみてください。今すぐ有料会員登録すると14日間無料、気になるダンスバレエ動画を視聴してみてください。ぜひチャンネル登録していきます。首下から伸ばして1と2 3 4 5 6で後ろ